うちの同居とめ、食い意地が張ってるおかげで、コレステロール値が高く、身長に対して体重も重めで、医者から、魚卵とめ大好物禁止、ダイエット推奨を言い渡されています。しかし、本人は、運動が大嫌いらしく、何かと理由をつけて、たくさん食べて痩せるを実践したいらしい。そういう背景もあり、夫と相談の上食事は、なるべく、 野菜中心、動物性油脂控えめで作っていたんだけど、先日止めから、あなたたちの料理のせいで同居してから、5キロから7、うる覚え、すまんキロ太ったのよ、と言われた。これが、同居前の食生活のままだったら、ああそうか、しまったなと思うけど、気を使ってこれ。ありえない。しかも、 私も夫も同居して食生活を変えてから運動もせず3キロほど痩せたししかも夜食や間食して止めに気を使っていくらもタラコもここ半年食卓に出していないこっそりコンビニでタラコおにぎり買って食べたりしてた結局止めが太ったのは単に止めの食べ過ぎが原因お菓子だって見ると食べたくなるから見せるなと言われ 隠して小世帯で食べてたら、音やゴミで目ざとく見つけて、私によこさないで自分たちばっかり、と言われる始末。そんなわけで、いい加減ぶち切れて、先日ネットで、お取り寄せのタラコを購入、本日届きました。夫に、タラモサラダ作ったよう食べるじゃがいも大きくて茹でるの大変だったよ、と言ったら、夫、お食べる食べる。 ところでタラコ混ぜてない芋って残ってる私、うん、でっかいジャガイモだったから残ってる。あとでジャーマンポテト作ろうかと。おっと、じゃ、そればあちゃん止めような、タラコなしのポテサラ作ろう。そんなわけで、ジャガイモに、マヨと胡椒と、ちょっぴりウスターソース入れて上から黒胡椒を。ガリガリやって簡単ポテサラ完成。ちなみに、ポテサラは、 とめの好物、おっと優しいな。ご飯のとき、主菜副菜以外に、ポテサラを、ばあちゃん用ね、と出し、とたらもサラダとおまけに、炊きたてご飯に、のっける用のたらこを小皿に盛って、私たち用と出していただきます。とめ、おっとわたたらもうまーうまま。とめ、私医者から、魚卵ダメだめだって言われてるのよね。 おっと、うん、そうだね、棒読みたらモう,うま。私、はあ、そうですね、知るかそんなことたらこう,うま。でもちょっとしょっぱいかな。止め、いくらとかたらことか。私、しかとねえねえ、おっと、たらもさ、パンに乗っけて焼いたら美味しそうじゃないおっと、ああ、それうまそう、明日やろうかな。私、残りのたらもを、自分の皿によそった後で、あ、 おっと、もらうもらう、うまいよな。私、たらこまだいっぱいあるから。と、若夫婦もやらかしてました。とめ渋い顔。ちなみに、とめ昼ごはんを、外でたらふく食べてきて、晩ごははちょっとでいいわ、と言い。ポテサラやおかずには、あまり手をつけなかったのですが。 タラことタラモサラダを見る目つきは尋常ではありませんでした。気持ちはわかるよ。私だって大好物なんだから。そして、以前は、ばあちゃんが食べたがるから、いくらとかなるべく買わないようにしよう。と言っていた夫が、今回やたら協力的だったのは、先日送られてきた山形からの産地直送の4キロのさくらんぼ、佐藤錦のうち3キロが、止めに食い尽くされてしまい。 一粒も、夫の口に入らなかったせいだと思います。食い物の恨みは、恐ろしいんだぜ。しかし、最初に、きっちり止め個人2キロ、私たち家族2キロで分けたはずなのにいつの間に。なお、残り1キロのうち、500グラムは、私と子供、500グラムは、私の妹におすそ分けでした。今度タラコスパ作ろう。